小谷義氏は、日本のカトリック教会聖職者。カトリック、京都市教区の初代司教。洗礼名は、パウロ。1900年2月9日、和歌山県和歌山市で生まれ、同年2月20日に、幼児洗礼を受ける。1912年4月、長崎県長崎市、浦上清マリア学院に入学し、1913年9月、大浦ラテン人学校中学部に編入。 1921年、同校本科哲学部。1923年、同校進学部に入り。1928年6月25日に、大村ラテン人学校を卒業。同年7月1日に、大阪で被災除外され、同日に玉作り協会の助人被災となる。1934年3月1日に、 京都教区カトリック河原町教会助任司祭となり、1936年11月1日に主任司祭。1940年11月30日には京都地牧区長をメリノール会のパトリック・バーン神父から引き継ぎ、初の日本人京都地牧区長となった。1941年9月24日には日本天守公共教団統括者で、 カトリック東京大司教区土井達夫大司教、カトリック大阪司教区田口薫五郎氏と共に伊勢神宮に参拝している。1951年9月21日に司教除会を受けた。1958年司教協議会、天礼政会委員長。1962年には日本の他の司教と共に10月11日から開かれる第二バチカ観光会議に参加。 1970年は、市教協議会エキュメニズム委員長を務め、1976年9月23日教区長、引退。1991年2月2日に入院し、同日死去。ありがとうございます。